はーい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。じゃあ、行きましょう。もう、あれだね。行きます。3試合目。時間がない。あと34分しかない。34分で3試合。やれないことはない。ちょっとね、もう、1回で取りたいんだけどね。もう、録画ミスだけ嫌なの。ミスというか、録画エラーが出るの嫌なの。調子いい時はね、取れるんだけど、なんかもうね、シャドーバースやってる時にね、全然取れないんでね、もうしゃあないんで、プン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 、みたいな。いやー、でもダークアイリスやっぱあるとは安心感あるんだけどなー。しかも相手ネクロだったからね、消滅することはなかったから、チャンスあったんだけどね、引いてこれない。やっぱあれかなー、引き込めるようにする？あと、ドロソ強化するか。ドラゴン。ドラゴンか。ドラゴン先行。家族を守るために。全部いらねえ。とりあえず全部いらねえ。ダークアイリスだったらキープするけど。先行で援魂は弱えな。ドラゴン1体目に、多分1体目に出してたやつに、まあ基本援魂打たないけどね。ああ、ナイス、バルキリー、バルキリー神。よろしくね。で、しかもまあとりあえず純真ちゃんがいっぱいあるから、これで、ダークアイリス引き込めるんじゃないか。っていう気がするね。これ割と、お、セルスちゃんも引けたね。セルスちゃん、ドラゴン相手にセルスちゃんね。ただそれだけです。とりあえずもダークアイリスをガンガン押し付けていくだけの試合ですね、これはね。頑張ろう、頑張ろう。強い。強い。ガンスルーしよう。もうライフ殴ってこい。ある程度ライフ殴ってっていい。強気でいい。ギスラか。万人に向けた歌なんて。ギスラなのか。始めましょう。なるほどね。あはは。あら、白き翼が痛い。4か。これはどうしよっかな。まああれスルーでもいっちゃいいよね。てかスルーした方がいいな。で2にリダクション取れるわけでもないし、ここはまあまったり。万人に向けた歌なんて、心で聞いて。とりあえずね。これでまあ、少しは引けるだろうし、いいんじゃねえかな。あとはセレスちゃんとかでちまちま回復しながらターン繋いでいくもいいんじゃない？まあ、ドラゴン回復するからな。水流神とか、打点弱。マジか。ああ、アイシャちゃんが1点しか食らわないけど、あれでバーンってぶっ取られるのか。ああ、それは考えもんだな。とはいえだよね。まあ、一回あれ打たせるって考え方もある。死に様だけは選ばせて。いっそ消えろ！冷たい。心で聞いて。心で聞いて。死にかけは無理して使うことない。で、あれ撃ってくれるんだったら上等って話になるから、まあ、2コスか3コスだっけ ?2 コスかあれ。ダメージ受けてるやつ、処理するやつ。燃えろ！おぉ、意外。意外な。これで決める。悟空を焼き込ませ。最近、アイナちゃんよく使われてるね。あ、そういう感じ。あ、そういう感じね。あーら、了解しました。そういう感じね。4点あっても3点か。強えな、あれ。そう。あ、めんどいな。意外とめんどいぞ、あれ。どう処理する？まあ、3点だ、4点だもいいか。ただ一人のためだけ。心で聞いて。あなたに届いて。心で聞いて。いっそ消えろ！すべてを愛してくださいますの。話は変わってきたね。さあどうすっかな。でも面倒いことに変わりはないな。結構面倒くさいな。新しい私になれた気がするの。ここでアイラちゃん。燃えろ！おう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 。すげえな。アイナちゃんだけ入ってんねえかな、デッキ。
すげえな。さすがにこれフォロワー殴ってこなかったら終わりよ、終わりよ、終わりよ。覚悟はいいか。あでも挨拶さんがいなくなればって話。あなたにもお世話になったから。まあ、ここはさすがに処理してくる。ん？マジで？本気で言ってる？ごきげんよう。終わったね。お疲れ。いっそ消えろ！ルナと遊ぼう。ただ一人のためだけに。あまあエンジェルナイトでいいか。ごめんね。まあむしろあれでもおじいでも終わるんだけど。出陣を祝福しよう。心で聞いて。見事なもんだ。オッケー。サクサク行こうね。もう一社行ってもいいな。ダークアリスを出すまでもなかったというのはまあいいことなのか悪いことなのか。あと一勝か。あと一勝すれば決勝ラウンドだね。うん。行こう行こう。さあ、あと28分あれば間に合うというか、なんでこんないつもギリギリなんだろうね。ちょっと予定がね、悪いよね。やっぱなんならもう先にやっちゃって、後でまあリプレイで撮った方が、手っ取り早いと手っ取り早いよね、いろいろね。まあ、そう思うんだけどね。ねみたいな。あとは、まあ、YouTube ライブとかなんか楽そう。あんまりコメントとか見れないことないか。パパ、ママ、ルナを守ってね。冥界まで連れて行ってあげる。高校か。どうだろうね。ぶつかりつきたいよ。意外と重要。いやー、でも待って。高校か。まあ、引ける引ける。なんか引けるからいいの。むしろダークアリスを早く引き込んできたいからね。しかも3個制やったらどっちかというと純真ちゃんの方が欲しい。よろしくね。後半はね、月と太陽は結構当てにしてるけどね。さて。まあまあまあ。ベルエンジェルあるから、まあ引きは少しは、なんとかなるか。いやでもネクロ強いんだよな。まあ、ただ消滅ないからそれだけでもマシ。ダークアイリスはとりあえず、ダークアイリスも、あれは一回スルーでいいな。あれが進化するとめんどくさいけど、進化しなければとりあえず。救済。ただそれだけです。怨恨打つかどうするか。まあそうだね。餌らしくしてなさい。自分で処理してくれたわ。これエンジェルナイトで打点上げてゲンゲンゲンしちゃうのもありかな。ありだな。出陣を祝福しよう。始めましょう。ネクロはまあセレスちゃんか回復。他でもあんま回復しないよね多分。ならって感じかな。ああそれ強いね。白き翼が。まあでも一発撃たせた。一発撃たせたって考えればいい。ここは、2-2-2-2? いや、でも手札バーストしないからベルエンジェルでいっか。ドーンはあ、進化圏使ってもよかったかな。よかったかな。ぶっ込んだってよかったかな、これ。ぶっ込んでもよかったかもしれない。まあでもいっか。もっと遊びましょう。これもうあれだよね。負けたか。これもうこれむしろダークアリスでやってること変わんねえんだよな。これそういうカードでしょ。これラストワード。あーでも進化前なのか。あーまあちょっと違うね。ちょっとは違うけど。これどうしよっかな。これ一方取りたいんだよな。だったら怨恨？怨恨でいいかな。まあ、相手が進化圏取り、ああ、でも待って。だったらここの方がいいか。すべてを愛してくださいますね。もう一回進化してくるならっていう。味見くらいいいです。いけませんわよ。で、出たターンに。あーそうなるの？
開始時、あ、ネクロマンス呼んで進化するんだか、そういうことか。あー、そういうことね。あー、めんどいな。めんどいね、あのカード。めんどいわ。その今日を命に変える。めんどくさ。めんどくさ。めんどくさいね、あのカード。もう一回処理したらいいのかな。いけませんわよ。あれでいなくなったってことかな。なぜ私の羽は黒くなったの。いた。いやー、ダークアリス引けるかな。あ、ベルエンジェルも一枚あんのか。これが死ぬとはランダムで。私の劇場へ、ね、ようこそ。はいはいはい、それ強いわ。行くわよ。でけえ。あなたのための物語。単純に戦ってた。ね、私。ごきげんよう。ベルエンジェルだとあれだよね。とりあえずまあ相打ち、相打ちか。アイシャちゃんと相打ちか。アイサちゃんで相打ち取ると、取れるアクションがなんもねえんだよな。それ弱くね。だったら、だったら、つくよみで相打ち取ったらまだ取れたな。我は大地を染めるもの。ルナと遊ぼう。ちょっと弱いな。これが黄泉の意、もっと黄泉の力よ。楽しめましたか。んで、これでも弱いな。アイシャちゃんで一応10点だから、そこまで見るっていうのもありだけど。いやー、なんか決め手が欲しいな。ダークアリス引けるかな。いや、でもアイシャちゃん、いや、でもな、ネクロマンスが足りねえわ。ネクロマンスが結構足んねえ。消えてワンドローっていうか、便利だよね。なんか押し付けていけないかな。いやー後手だな結構。あーめっちゃ強いのした。あれ強いな。でもあでもでかいの出してくれたから、とりあえずあれか、ベレンジャーめっちゃ持ってる。まあ引かせたくないよっていう腹積もりか。それはそれだね。逆にさ、でかいの生き残ってくれたらさ、割と勝ち確あるんだよ。攻めに行くか、ワンチャン。いや、でも2体出した方がいいか、この場は。いやー、どうなんだろう。勝ちに行くか？なんか、やられる前に勝ちに行ったけど、さすがに後手に回ったら負けそうなんだよな。で、これ、このターンこれ処理しなきゃいけないじゃん。で、進化圏つけば処理できるんだけど、微妙だな。死に様だけは選ばせて。まあ、いっか。いっそ消えろ。我は大地を染めるもの。いやー、なんか後手な気がすんだよな。いやー、もうなんかさ、でかいの立てちゃってさ、アンギエットでバーンって強襲した方が楽そうな気がすんだよな、なんか。だから、アイサちゃんでもよかったし、まあ、バルキリー、でかくしてバルキリー出したのも熱かったかもしれないんだけどね。まあ、あとはこのベルエンジェルの引きに託す。あー、回復すんだわ。回復カードか。果ての果てまで。許さない。あら、回復カードになんねえのか、あれ。そっかそっか。あー、弱い。弱え、イスロとか欲しかったな。ここでイスロあるだけでもだいぶ強いんだよな。さてな、こっから弱えな。もうバルキリーだ。バイブカハ。ああ、なるほどね。そういうことか。ビートダウンだな。やっぱ押し付けた方が良さそうだぜ。これ押し付けなって勝てねえぞ。やべえぞ。7一気に持っていかないじゃないだな。これやばいぜ。大丈夫かな。ダメだよね。大丈夫じゃないね。でも1体だとなんか変ななんたらの中性とかで処理されてたら、でも関係ないんだよな。これ関係ないな。やべえな。これやべえわ。我はペンを
照らすもの。なぜ私の羽は黒くなったの？いた！ちょっと回復しとこう。見せてあげる。これぞ明るく加護をどうぞ。いやむしろでも押し切った方が良かったか。これ違うか、逆か。突き読みで1点ずつ削った方が良かったかな。ワンチャンアンギエットあるからね。この平均で来るだけでも4点とか殴るんだよな。違ったか、これ。違ったかもしれない。まあでも、ゴーストでここ処理するんだったら、回復できるからね。うん、それは全然いい。戻れないのね、私。ご加護を。ああ、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。これでライフ回復できるから、結構遅延にはなる。支援にはなるぞ。なるほど。あ、違うよね。デーモンイーターとのコンボやべえよ。で、2体出てくるんだもんね。やべえわ。あなたは天に選ばれた。で、ライフ投げてくる。ご加護をどうぞ。そのでかい方、ああ、1体で。また登りましたもん。1体で処理しに来たわけか。相手の場合ガラーティやけど、これどうなるんだこれ。イスラ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 ライスラライスラダメ、イスラくれ。イスラフィールじゃないと多分ダメだ。イスライスラ、おー、今はダークアリスかよ。9で生き残るかな、わかんねえ。でも出すか。幻想の世界にようこそ。とりあえずもう出す、あとは知らん。天を照らすもの。まあ死んだらもしゃあない。バイブカハ2回使ったね。あと1枚あんだか。怖え、9ぐらい死にそうだもんね。私はお前に終わりを告げる。あ、はい。簡単だな。簡単だな。そうだね、やったあった。ああ、やっぱダメだ、イスラじゃなくてダメだったんだな。イスラだったらワンチャンあったかもしれないのに、イスラ聞けなかった。バカ野郎。ダーカリス遅いよ。あー、もうちょっと早くダーカリス来ていればね、よかったね。というわけで、一回ここでおしまいにしますか。お疲れ様でした。あと17分。頑張れ。バイバイです。